皆さんこんにちは、流れです。今回やっていく企画はマジカル交換で流れてきたポケモンを料理して一日過ごしてみた。今からポケモンをマジカル交換でゲットして、そのポケモンのモチーフとなる食材があればそれを使って料理して食べて一日を過ごすといった企画になります。ポケモン SV はね、食材や食べ物をモチーフにしたポケモンが多いので、一つくらいはねゲットできるんじゃないかなと思っております。それでは早速交換をしていきましょう。マジカル交換ですね。このマジカル交換を使ってポケモンを獲得していきたいと思います。チャリタツ1ボックス分皆さんにお配りしていこうかなと思います。さあ、栄えある1人目、いってらっしゃい、マグロフランさん、日本人ですね。クワッス、はい、来ました。クワッスはカモですか？一発目から大当たりじゃん。カモだって、みんなカモ。何ポケモンか見るか。コガモポケモン、はい、カモ獲得。よし、最高です。2匹目交換やっていきましょう。バン中村、いってらっしゃい。さらに、あ、かぶった。そんなことある？どんだけポケモン数いると思ってんねん、なんでかぶんねん。さあ、3匹目、あー、モノズ。モノズって何ポケモンだ？あー、出るな。粗暴ポケモン。これはちょっとでも食材とは言えないかな。いや、これはスカだな。まあまあまあ、しゃあない。レモンへ送ります。おお、トレーナー名が食材だから期待大では。にゃおは、猫かわいいね。にゃおはかわいい。うん、マークの下、持ちがさ、モチーフだったしね、こいつ。マークの下ないか。見た目はなんかおでんに入ってる巾着みたいな見た目なんだけど。あー、なんだっけそいつ。ズピカ。ズピカって何ポケモンだ？電気おたまポケモン。おたまじゃくしはさすがに食材とは言えない。いくら僕が普段虫とか食ってるといえども、そう、おたまじゃくしはきつい。おたまじゃくしはきついです。お、スピードボール。あー、キノコ。こキノコいいじゃん。キノコ広いな、範囲。キノコが何ポケモンか見る。オッケーオッケーオッケー、キノコ。キノコポケモン、よし、キノコ獲得。最高か。そろそろ水タイプのポケモンいいんですよ。あー、待って、当たりです。こいつは僕にとっては当たりです。豚ポケモン、はい、来ました。みんなにとってはね、外れかもしんないけど、僕にとってはもう大当たり。 SSS ランクですね。 SSS ランク。よし、カモ、キノコ、豚。カモ、キノコ、豚。あはさなん、瞑想ポケモン。肉まんみたいな見た目してるから、肉まんで OK こいつ。ダメか、健康に気を使うタイプだったな。虫ポケ、飛行ポケ、ノーマルポケモンばっかり。じゃがりこー。じゃがりこー、トレーナー名にすればよかった今日。ちょっと待って、トレーナー名意外と食材多くね。あ、来た、メメクラゲ来た。メメクラゲ言ってたけど、メメクラゲって誰やねん。誰やねん、メメクラゲ。とりあえずキクラゲね。オッケー、キクラゲ獲得です。おー、人影って何ポケモンだ？人影、トカゲポケモン。終わりです。トカゲ、トカゲはなんか食ってるの見たことあるんだよな、なんか。さあ、何くれるんだい？あー、唐辛子、噂をすれば。スコビラン、こいつか、あ、ハバネロ、唐辛子じゃなくて、は、もういら、いら、でもこいついらない。お、辛の苦手やねん。ちょっと、ハバネロはちょっと辛さの次元が違う気がするな、なんか。空の色がめっちゃ変わっていくな。いらないです。いるか？この季節に。冬眠してるぞ、あいつら。あー、ラウド。あー、ラウドボン、ラ、ワニか。ワニ当たりやな。トマトが送られてきた。どっちですか？ワニですか？トマトですか？ちょっと待って。シンガーポケモン。歌い手なんだ、こいつ。歌い手ポケモンだ。誰がどう見てもワニなんで。ワニかな。ワニですね。はい。さあ、後半戦なんで。あー、ここからって何ポケモンなんだろう。小鳥ポケモン。広いね。鳥だね。鳥。鳥獲得です、鳥。よし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 。じゃあ、ラスト1匹。あー、なんだこいつは。鹿？鹿かこいつ。何語？何語だそれ。ヤギですね、ヤギ。ヤギか。ヤギ獲得ね。オッケー。今日手に入った食材が、カモ、キノコ、豚、キクラゲ、トカゲ、ハバネロ、ヘビ、ワニ、鳥、
ヤギということでね、たくさん食材を獲得したんですけど、あまりに数が多いんで、この中から4つルーレットでね、何を獲得できるかっていうのをね、決めていきたいと思います。ルーレットを早速やっていきましょう。本日たくさんの食材獲得できたんですけど、この中から4つだけ何が食べれるかっていうのをルーレットで選んでいきたいと思います。ヘビとトカゲは入手が時期的に困難なので除外しました。それではルーレット回していきましょう。スタート。鳥とか豚が無難によろしいですよ。鳥とか豚。さあ一つ目は、おー、なるほど、カモ獲得ということで、二つ目やっていきましょう。じゃあ二回目スタート。カモか、あんまり食べたことないな、そういえば。さあ二つ目は何が来るんでしょうか。お、二つ目はオッケー、キノコですね。キクラギよりキノコの方が幅広くてよろしい。二つ目の食材はキノコです。三つ目回していきましょう。豚と鳥どっちかは来てほしいですね。いやでも鳥は被るか、カモと被るな。豚がいいな、どっちかっていうと。3つ目はワニということで、ワニ獲得です。じゃあラストスタート。ワニ結構美味しいんですよね。実は前に動画で食べたことあるんですけど、キングクルル食べるっつってワニ食べたことあるんですけど、うわーマジか、ハワネロか、辛いのあんま好きじゃないんだよな。ということで本日はこの4つを食べていきたいと思います。皆様お待ちかねの調理パートに入っていきたいと思います。本日の食材こちらです。デデン、キノココ。デデン、ラウドボーン。デデン、スコビラン。ドーン、クワッスです。クワッスのサイズ感エグすぎだろ。ということでね、本日こちらの食材たちを使って料理を作っていくんですが、何を作っていくかと言いますと、カモはさばいてカモそば作っていけたらいいなと思ってて、ワニはせっかくキノコがあるんでね、ワニとキノコのアヒージョを作っていきたいと思います。ハバネロペッパーは適当にパッパってかけてスパイスとして使うって感じですね。調理をしていきましょう。それでは本日の調理1品目、ワニとキノコのアヒージョを作っていきたいと思います。いや、ワニを見ていきましょうか。ディディーン、こちらがね、今回食していくワニの手でございますね。ラウドボーン、お前どうしてそんな姿になっちまったんだよ。俺が今から食うからや。このワニの肉を食べやすい大きさに刻んで食べていこうかなと思います。爪の部分と腕の部分をね、一回切り離していきましょうか。骨だなこれ。折ります。折れない、硬すぎる。ここラウドボーン、お前硬すぎるよ。お前鉄壁積むな。ハサミ使うか。ハサミ、最強武具ハサミ。いけ、流れ、シザークロス。効果はないようだ。効かない、ちょっとやばい。ハサミじゃ無理やな、ノコギリが必要な案件ですこれは。しょうがない、削ぐか。骨に沿って肉を取っていきましょう。あれマジどうなっとんや、関節がなんか魚とか鳥とかなんかそんな単純な動物じゃないかも。よし、オッケー、よし取れた。とりあえず食べやすい大きさに切っていきますか。ここのね、ワニの肉の断面を触った感じ、すっぽん味を感じる。ちょっと似てんな、すっぽんに。以前ワニを食べた時は感じられなかった新たな発見。とりあえず可食部と出汁取る用の骨、そして手に分けることができました。じゃあキノコも切っていきましょうかね。アヒージョといえばね、やっぱマッシュルームですよね。4等分ぐらいにしておきましょう。そしたらブナシメジ、これもまあ全部いらんか、半分ぐらい、こう、これは別にいいか、このままで。エリンギ、こう切るか、合ってるよこれ。エリンギの切り方毎回わかんない。舞茸、あ、もう触ったらボロ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 。よし、これも半分ぐらい。よし、こんなもんかな、キノコは超簡単。ニンニクもね、処理をしていきましょう。アヒージョといえばニンニクですと。ニンニクはね、なんとか語でアホって言うんですよね。アホ、ニンニクとオリーブオイルを使うからアヒージョっていうらしい。なんとか語で、何語かしは知らない、知らないです。人の大きさにスライス。よし、具材の下処理が完成したんで、オリーブオイルに入れていきたいと思います。チャカメカファイヤー。では熱した鍋の中に緑の油を注ぐわ。油が温まってきたら、ここにニンニクを、すげえチャーシュー、ニンニクの量がかわいそうだから輪に入れます。油の温度下げよう。ワニを千円チャーシュー。
火が通りにくいものから入れていく。腕入れようか。腕も入れます。ほら、腕の存在感だけが圧倒的すぎるで。ここにお塩をひとつまみ。おい、オリーブオイル足りないね、これは。油の量が腕に火通らないわこれある程度火が通ってきたんで、キノコ類をすべて投入。ドバ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 、ワイン見えなくなった。ああ全体的に火が通ってきたら、最後に仕上げ、レモン果汁をちょちょっと入れます。ピューじゃないの、ピューじゃ。よし、そしたら完成です。ラウドボーンとキノココのアヒージョの完成。はい、ということで完成しました。こちらがラウドボーンとキノココのアヒージョになります。この試みはなかなかないぞ。なかなかやってる人いないはず。まずはワニからいただきましょう。いただきます。はっはっはっ、完全に鶏肉だね。こうなると、これ鶏肉って言われて目閉じて食べさせられたら絶対わかんないわ。ワニ肉ってもともと鶏肉と魚肉の間って言われてて、若干柔らかい鶏肉って感じなんですよね。ちょっと硬くなったらマジで鶏肉と大差がなくなった。めっちゃ美味しいですよ。キノコもいくか。キノコいただきます。キノコも美味しい。これちょっと、あ、量が多いからかね、もうちょっと塩貸していいな。あんまりアヒージョって塩入れないんだけど、今回ね、食の縛りが特にないということでね、アヒージョといえば、ででーん、パンをね、焼きました。まぁ、ちょっとうちにおしゃれなバケットがなかったんで、食パンを焼きました。この上に乗せて食べるわけです。ワニ肉を乗せて、キノコも乗せる、オリーブオイルもたっぷりかけましょう。たっぷりね。入れていただきます。うん、おいしい。ニンニク結構入れたはずなんだけどな。まだニンニクあってもいいかも。ちょっとおろしニンニク雑なんですけど、ちょっと入れてみようか。こんな雑な言い方していい？もう一回火通します。ニンニクを追加して火をもう一度通してみました。これでさっきと味ちょっと変わるんじゃないかな。いただきます。さっきより美味しくなったな。うん、こんだけの量ですからね、いつもの量のニンニク入れたら足りんよな普通に。一つね、具材忘れてないですか？こちらです。ででん、ハバネロペッパー。試しに少しかけて食べてみたいと思います。ちょこっと、よし、こんぐらい、こんぐらい、こんぐらい。ハバネロペッパーつけていただきます。普通に美味しいわ。いつもの激辛を覚悟して食べたら普通にピリ辛で美味しいわ。めっちゃ忘れてたんやけどさ、手をね、豪快にちょっと食べてみたいと思います。手、ワニってさ、スッポンみたいにさ、皮食べれる説ない？スッポンはね、意外と皮食べれたんよ。コラーゲンって感じの皮してるんですよね。ちょっと皮いってみようか、ちょっと。ワニの手、いただきます。あ、無理。あ、無理。無理です。無理です。全然噛み切れないです。ゴム食ってるみたい。柔らかめで噛み切れるゴム食ってる感じ。味しないし、美味しくないですね。中の肉いただきます。中はあんま味しみてないな普通にワニの肉単体の味って感じ。ワニとキノコのアヒージョ完食していきたいと思います。あったあったあった。ごちそうさまでした。ということで、アヒージョはやっぱり美味しいね。うん、美味しいけど、料理ってさ、レシピ通りにちゃんとこなすことで完璧になるなってしみじみ思いますね。食べながら味付けとか調整しつつ、最終的にはまあ結構美味しいなって形に持ってったって感じなんで、先人の知恵って大事ですよ、料理においては。特に後半戦はね、カモが残ってるんでね。それでは後半へ移動。ほんじゃあ早速食わすから、さばいていきますか。ドン、重量感えぐ。カモをさばいていくんですけど、さばき方が全くわかりませんと。どっちが頭だこれ。ここですね。ここ皮でこうめくれてて、でこっちが頭で、こっちがお尻。カモはね、手羽先の肉が全然ないんで取ってありますね。ここがもも、こっちが胸肉。なんとなくやってみますね。ここが肛門っぽいから、魚と同じでお腹がこっちから開いてみるか。まあ胸がこっちだから、そうか。こっちがお腹側だな。はい。切れ込みを入れて、最近変なもんばっかさばいてんな。解凍がしっかりできているかどうか、結構時間かけて解凍はしたんですが、完全に溶けてるかな。硬いなと思っちゃったとか骨でしたね。なるほど。じゃあ一回ちょっとこっちからやろう。こっちからやります。このね、もも肉をまず取り外していきたいんですけど、ここからこう切っていきたいんだよね。
これが正解ですみたいなのがね、全然わかんないので、なんとなくでやります。すぐね、硬いところにぶつかるんですよね、ここ。さあ、どう？骨に沿ってね、肉を剥がしていきたいんですけど、硬すぎてどこが肉でどこが骨なのか全然わからん。魚の50倍難しい。ちょっと、やばい！一回ここもこう切っちゃった方がいいな。めっちゃ包丁入る、ここ。ここも一回切っちゃった方がいい。ああここ胸肉ちょっと待って。ああ、ざっくり胸に入れちゃった包丁。まあいいや。どうせ食べたら一緒や。合ってる？あ、外れた。なんか外れたわ。合ってるかな？断面がこんな感じ。ここの肉、もったいないね。なんで俺ゲーム実況者なのに顔をさばいてんだ。おかしいな。ど素人なんだけど。よいしょ。取れた。すげえ雑だけど。まあ初めてやからいいでしょう。肉は残ってんだけどさ、こことかもね、硬くてさ、どこの肉を取れるのかとか全然わかんない。じゃあ、今度は、ここ？ここも取れんのかな？関節がね、あるから、この関節を断ち切らないといけないんだよね。ハサミで関節を切っていきましょう。パワー！よし。これもう、ハサミのが早い説ない？いや、一緒やった。一緒でした。よいしょ！ふい！ゴリ押し！絶対間違ってるわ。腕を落とせました。めっちゃ油がついててさ、ここに。めっちゃ油こっち側についてきたわ。これ油骨です。胸肉を取り出していきましょう。胸肉が一番なんか肉って感じだよ。やばい！ちょっと待って！こっち側がさ、こうなってるからさ、マジで安定しない。やばい。ここから、逆包丁で肉を剥がして。よいしょ。OK、取れた。これ胸肉です。こっち側ね、骨が見えてるんで、割と簡単ですね。しゃ !OK! 取れました。もも肉。ももじゃねえわ。胸です。これが柄と。内臓は取ってありますね。肉残ってるように見えるけどね、そこまで残ってない。そこまで。うまくできた方なんじゃないでしょうか。ここもね、出汁として使うんで取っておきます。ということで、これが捌き終わった柄。これがもも肉。ここが腕肉。そしてここが胸肉ですね。多分胸肉の方にささみがくっついてると思うんですけど、わからなかったんで一緒に切りました。捌き終わったんで、こちらを使って料理を作っていきたいと思います。胸肉を使って今回はね、蕎麦を作っていきたいと思います。スープから作っていきましょう。まずは水入れます。チャカメカファイヤー！水が若干沸騰してきたら、ここに昆布、適当な大きさのやつ入れて、鰹節、これも全部入れちゃいます。全部は多いわ。全部入れようと思ったけど。これで中火にして、10分ぐらいね、出汁を煮出していきます。10分ぐらい煮出したんで、醤油を入れていきます。醤油で味を整えていく。これぐらい？よし。そしたら、鰹節をボウルにこしていきます。これが今回使っていくベースのスープですね。スープが大体できましたら、クワッスの処理もしていきましょう。表面にね、味が出るように切れ込みを入れておきます。切れ込みをね、こう入れたら、今度はこっち側も。そしたらここに塩コショウを振ります。では、熱した鍋の中にクワッスを千円チャーシュー。表面に焦げ目をつけていきます。皮目の方からね、焼いて油を出していきます。一回裏返そう、一回裏返そう。あう、ギリギリ。両面軽く焼いたら一回揚げます。アルミホイルに移す。一回包んで肉をね、休ませて揚げます。こうすることでね、中までしっかり火が通りやすいんですよね。おやすみ。おいおい、新人、いつまで休んでんだよ。休憩は終わりだ。現場に戻りな。後半戦焼いていきましょう。リセット目。火入れてる間にもう一つ忘れてはいけない食材を用意しましょう。ディディーン。鴨鍋といえばね、やっぱネギっしょ。ネギ、今回はこっちが使えます。なんか5センチぐらい切ってやって、4つぐらい使って、あとは薄くスライスして薬味で使いましょう。そしたらお肉ちゃん一回揚げます。よいしょ。 OK。 この鴨の油がたっぷり乗ったフライパンでこのネギ焼きます。焦げ目をつけたいんで、表面にコロコロせずに焦がしていきます。コロリン、あ、いいですね。ちょっとギリギリセーフ。意外と焦げるの早かったな。いい色だ。
鴨の油をたっぷり吸い込んだネギの完成。そば作っていこうか。そば豆乳バッ、よし、これで6分間茹でていきます。6分後に移動。6分ぐらい経ったんで引き上げていきましょう。これを冷水で一回洗います。冷水で締めていくと、こうすることでコシが生まれる。 OK、 そばの完成。材料も揃ったことですし、完成させていきましょうか。まずはこのね、油、これをね取ります。器にねちょっと入れる。温め直したスープを入れる。おー、全部入れちゃおう。ここにそばを豆乳ドバ、よし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 。鴨をねちょうどいい大きさに切って、絶対うまいやん、こんなんめちゃくちゃいい感じじゃない？ほら、めちゃくちゃいい感じにできてる。焼いたネギをね乗せていきます。トッピングのネギを上にポンと。やばー、めっちゃうまそうクワッスそばの完成。はい、こちら完成しました。クワッスのそばです。ゼロからやったのやばすぎるまずはそばからいただきます。おいしい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 、うん、おいしいけどもうちょっと醤油入れていいな。オッケーオッケーオッケー、めっちゃおいしくなった、めっちゃおいしくなりました。大成功のね、カモいただきます。カモ、あ、違う、クワッスいただきますあ、違う違う、待って、めっちゃうまい。やばこれ、柔らかいし、焼き目にねめっちゃうまみがついてて、めっちゃうまいぞこれ。他の鶏肉にはない鴨独特のこの味わいがすごいうまい。クワッスのうまみをたっぷり吸い込んだネギいきます。いただきます。めっちゃうまいな、めっちゃうまい、とろっとろ、ネギめっちゃうまいわ。とろっとろでめっちゃ鴨のうまみ吸ってる。クワッスそばね、大成功です。超大成功。ラウドボーンのアヒージョとクワッスのそば、どっちがうまかったかって言われたら、若干こっち、若干こっちの方がうまい。ラウドボーンのアヒージョ美味しかったっちゃ美味しかったんだけどね、前に作ったタイにはかなわんなって思ったね。魚介の旨味には勝てんって感じはした。ということでこちらもねゆっくり完食していきたいと思います。ごちそうさまでした。ということで無事完食することができました。いやー、美味しかったわ。ラーメンとかそばとか家で作っても結構美味しくできるもんですね。すごい満足しました。スマブラでやってるマッチング食材のアレンジみたいな感じでね、ポケモンでやってみたんですけど、皆さんどうでしたか？結構面白かったですかね？コメント欄でこうどうだったとか、もっとこういうことしてほしいとか意見があればどんどんコメントをしてってください。この企画もね人気だったら続けます本日の動画はこれにて以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。